はい、どうも僕です。ということでね、今回もドラゴンクエストライバルズやっていきましょう。ということで、今回は、エイピつよつよ。ということで、今回はマスターズルールのデッキを作ってみました。こちらのデッキ、今回追加された月光の犠牲。このカードと進化の秘宝を使ったエイトピサロがかなり強いのではないかと思い、このデッキを作ってみました。他にも追加されたエクラ&チキーラといったカードを使っていければ、かなり強いのではないかと思っております。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。魔族を束ねし者の力。地獄の苦しみを与えてやろう。よし、やってこう。ここ、そしてカードは、ヘルバウム、シーゴーレム、ベビーパンサー。こうかな。ヘルバウムだけ交換かな。あー、まあまあまあ、悪くはない。まあ、コスト低いモンスターもいるから、一番安定はしているね。うん。私のターンだ。まあ、とりあえずここは、骸骨。ここは骸骨だな。骸骨出して、で、まあ、テンション上がりやすくなってるから、ここは一旦次のターンでいいかな、エイトは。別に今出す必要もないし、どうせ次のターンになるから、そうだね、うん。やっぱ骸骨ね、骸骨落ちちゃったのはかなりね、痛いね。グランプリルールで、骸骨使えなくなったのはかなりね、辛かった。戦いとして骸骨使えないのかって。何にするか。やっぱここでなくなってこそありがたみがわかる。特にそれが骸骨。さあ、まずは魔族の騎士を使いの攻撃でカード1枚ドローしてターン終了。さあ、小さな相棒で来るのはオッケーオッケー、素晴らしい、一番最高一番最高。こいつが使いたかった。そう、このね、診断になって一番の強さ、それはこいつ。犠牲を出すことによってテンションマックス3段階上げることができる。これで3段階上げるっていうのは今までね、シルビアしかなかったはずだから、やっぱねこれは強いと思う。さあ、取られちゃうが、さすがに骸骨を問うことはできない。オッケー、それじゃ出そうか。エグチキもいいね。エグチキも強い。純粋に。で、はい、使います。2段階アップ。あ、3段階だ。普通に嘘ついた。で、魔族の騎士を使います。オッケー、オッケー。ここまで来たらもう、圧倒的力の差を見せつけたと言っても過言ではない。さあ、ヘルバウムが来ていく。テンションアップ、ターン終了。ここでもレベル2になってんのは相当なことない限り無理だと思うあれだね、トゲコンボとかは一応それに近いものはあるんだけど、さ、3段階っていうのはね、さすがになかった今まで。さあ、死者の目覚め。死者の目覚めはピサロナイトで取れるけど、どうしようかな。あえてエグチキもありだな。ただエグチキね、思ってたよりさ、みんななんかさ、エグチキとかも分かりきってっからみたいな、何もう絶対卵なるから、それならもう鶏選ぶわみたいな、そういう軽いノリでね、みんな言ってたと思うけど、もうそんなんじゃないよね、全然エグチキってエグチキの、みんなエグチキを甘く見すぎていた。まあ、とりあえずここはテンションっていうかレベル上げたいからこっち出すけど、やっぱエグチキね、難しいと思う、結構。無だ。全てを無。卵を使ってもいいんだけど、鶏でもいけるみたいなことが結構多いわけよ。もう本当にアグロアグロみたいなことになっていたら、正直、卵か鶏って一択になっちゃうから、そうなると、正直エグチキが強くないっていう状況になるわけよ。3打目にマイドロー、まあ強いけどもっていう。今それじゃないよみたいなだからそうなったらアグロに強いカード入れたいしみたいな感じになるから、あーゲマ、まあこういうことよね、正直こういう時にエグチキ使ったら絶対にニワトリ一択なわけよ、相手からしたら。だからエグチキ使えないの今で、しかも今ゲマだからもう絶対エグチキは使わない。だから方向使うか、あえてサンコスの方で。で、まあベビーパンかな、ベビーパン出して、
テンション上げて騎士出して、3打目あ4打目か4打目与えてターン終了。そうだからエグチキを使うのってだいたいまあここまでじゃない、さっきのデッドエンペラー1体みたいなああいう状況が一番何エグチキとして強い動きなんだけど、そうなった時にエグチキがかなりねどっちになるかわかんないんだよね。まあエグあー卵かなみたいな卵かなみたいな、だいたい卵の方が強いんだけど、ただ鶏もまあ悪くはないとじゃあどっちにするかってなった時に、まあ、これ当たった方が強いっていう、でもどっちにするみたいなどっちにした方がいいのっていう、まあこれグレイツェルかな、いやでもグレイツェルあんま強くないか、あここで使う、せっかくだし下げてエグチキ、エグエグチキチキペッパーズ使ってどっちにするかな、さあさあさあここでどっちにするか、卵を使えばこの子たたり御前を取れる、鶏にすれば3打目を与えつつ2枚ドローができる、さあどっちにするか、今んとこなんだ9点分あるから攻撃した方が強いわけよ、だから鶏に見えるけど卵でも一応取れる、カード的にはそんなに少なくないからここは鶏で、あえて少なくないからこそカード引きはしないだろうというそういう読みでこっちでいきます。いやでもこれほんと難しいよな、これさどっち、意見が一致した、まさかの一致、いやこれ一致させちゃうよ、むずい、めちゃくちゃこれで当てたことあんまないんだよね、しかも相手がこれ使った時はめっちゃ外すしこれむずいと思う、めっちゃ今ね本当だったらたたり御前巻き込んで倒すのが一番こっちとしてはいい動きだったんだけど、いやー裏の裏みたいな、普通にエグチキ楽しいよねこう考えると、エグチキの効果めっちゃ面白い。さあシーゴーレム、まあ、こいつは普通にいざなって倒せる、あでもここまで増えるとワンチャングレイチェルでもいいな、いやでもいざなうかな、うん、いざないの、でテンションアップして、まあここ取って、あれここ取ったら、あここあこれ勝ってたな、やばい、いやまあ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 ね、言うてもう大丈夫大丈夫、いや今やらかしたな、でも今ここたたり御前かミイラ男取ってたらリーサルだったわ、無駄、いやでも今そこに気づいてみんなで総攻撃したからまあ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 いいんじゃないっすか、うん、こっから巻き返されることはないでしょう、おっと、私一人で肩をつけてくれるわ、いや多分大丈夫だと思うんだけどな、素晴らしいだろう、うん、そんなことしてもここが壁薄いからね、ここここの壁が、あー大丈夫そうだな、オッケーいけ、オッケーいきましょうファイナルターン、いや普通に強いねやっぱここまで上げると、オッケー対戦ありがとうございました、私が敗北を認めることになるとはな。